どうも、一生声かけ中のものです。今回紹介するこのワゴン R スマイルの名前の元となっているワゴン R。このワゴン R の初代モデルの登場は1993年なんですが、これちょっと覚えづらいですよね。そんな時にはこうやって年次を思い出してください。ビーズの愛のままにわがままに、僕は君だけを傷つけないと一緒。というわけで今回紹介するワゴン R スマイルはですね、ワゴン R という名前がついてますけれども、かなりですねディメンションが違うモデルなんです。ワゴン R よりも前高がですね約50ミリ弱高く、そしてスペーシアよりは約10センチ低いという独特なポジションを持つスライドドアを持つモデルなんです。ですからこのベース的にはですね、ワゴン R というよりもスペーシアがベースになっていると考えた方が分かりやすいです。でこのワゴン R スマイル、エンジンはですねターボエンジンはなくて新開発の NA エンジンのみなんですけれども、それで大丈夫なのって思うじゃないですか。その実力は後ほど試しますが、私は大丈夫だと思います。なぜかというと、この車すごく大型なのに車重が軽いんです。その車重はですね、なんとモデルにもよりますけれども860キロから870キロといったあたりが最も軽いモデルなんです。でその秘密はですね、この下にありますというか内側にあります。スマイルが採用しているこのシャシー構造にあるんです。このシャシー、スズキがですね新型車に続々と採用しているハーテクトの思想を取り入れたものでして、これですねフロントからリアまでメインフレームをですね部材ごとに分けるのではなく、一本ズドーンと大きなフレームが行くような構造になってるんです。これによって軽量化と同時に光合成が実現できてるんですよ。それでは横、このワゴアグスマイルの外観ってプレーンなんだけれども、近寄ってみるとすごくね重量感というか物感があるんです。それには結構秘密がありまして、例えばフロントフェンダー、ここしっかりえぐりを設けてフレアをしている表現をしっかりしているだけじゃなく、この彫りをですねずっとフロントまで持ってきて、この車を斜めから見た時にフロントの面から連続可変していくようなフェンダーに見せているんです。これによってボリューム感がアップしています。また中央、このドアノブ周辺、ドアノブのグリップの内側、彫りを深くしてここで重量感があるように見せているだけじゃなく、もっと近寄りましょう。前後のグリップの周囲をですね縁取って、グリップ一体型のへこみを作っているんです。これによって車引いてみてみると、大きなでかいドアパネルだけではなく、しっかり中間にへこみが入ったことで重量感が作られているんです。先ほど言ったようにこの車の大きな特徴はですね、ワゴン R ブランドでありながらスライドドアを採用している点なんです。またこのスライドドア、スズキ車として初めてリモコンによる予約ロックの他に、リクエストスイッチを押すことでの予約ロックが可能なんです。はい、ドア網が温まれた、閉まりましたよ。ではリアに回ってきました。この車ですね、非常に全体が優しい可愛らしいルックスに思えますけれども、実はですねこのようにボディ面が分厚く、ウィンドウ面が薄いことでボクシーな力強さも持っているのが特徴なんです。そしてモデルによってはこのようにメッキガーニッシュがついて高級感もアップアップなんでした。インパネはカラーパネルを使って質感が高くおしゃれな雰囲気です。このスマイルのインテリア、なぜかって言っちゃいけませんけれども、シート周りにすごく高級感があるんです。実際に目で見ると、なぜでしょう。実はこれにも秘密があります。デザインだけが肝ではないんです。これ近寄ってみると分かるんですが、明るい白系と黒系の素材の他にですね、実はこのドアの内張りに使われているのと同じカッパー、つまり銅ですね、銅色の細いですね糸を間に入れて、白と黒のコントラストの間にキラキラとカッパー色が光ってるんです。ただそれパッと見ではわからないんですが、肉眼で見るとそのカッパーの光り輝きがですね微妙に脳の中に刺激を与えて、なんか違うな、なんか高級感があるなという雰囲気を与えてくれてるんです。また同じくシートでいうと、このサイド面、これ単純な黒ではなく黒とグレーをですね交互に取り混ぜたことによって
パッと見黒く見える部分にも表情を作っているんです。これによって今の私の説明をもともと知らなくてもなんか質感高いなと思える効果があるんです。つまりここら辺はですね、デザイナーの UDE が効いてるっていうことです。助手席の下には着脱可能なバケツを装備、この下はマイルドハイブリッド用のリチウム電池です。搭載しているエンジンは直列3気筒の NA エンジンです。49馬力と58ニュートンのスペックを持ってます。これにですね、2.6馬力の出力のモーターが組み合わさったマイルドハイブリッドシステムです。スライドドアのサイズはかなり大きめです。高さ方向はですね、スペーシアよりも低いんですけれども、実はこの開口幅600ミリはですね、スペーシアと全く同一なんです。ですから乗り降りがとっても楽。さらにこのシート、とてもふかふか肉厚なだけではなくてですね、前後に大きくスライドしますし、リクライニングもたっぷり行えるんでした。えらいね。ラゲッジは使い勝手が良くて、後ろから後席をこのように簡単に倒すことができますよ。なお、この助手席はシート背面を完全に前に倒すことが可能なんです。これによってギアシートを倒せば、てれーん、長尺物が搭載できます。これ発進の時、それから加速の時に 2.6 馬力のモーターがアシストをしてくれます。 2.6 馬力って少ないよね、数値的には。でもね、明らかに発進加速の余裕につながってます。さあ、山道に入ってきました。ちょっと踏んでみましょう。もちろんですね、エンジンサウンドはするんですが、金切り声を上げるような悲鳴のようなノイズが入ってくるわけではありません。まだ実際にですね、このようにタコメーターモードにしてメーターを見てもエンジン回転それほど高まらないんです。これはですね、もちろんエンジンの実力もさることながら、やはり先ほど言ったボディの軽さは絶対効いてます。軽いから非常に加速がいいのはもちろん、ブレーキング時にもスッと減速してくれるんです。さて、このエンジンなんですけれども、スペーシアの NA には R06A というエンジンが乗っています。ただこのワゴン R スマイルはですね、ハスラー系と同じ R06D 型です。実はこれスペーシアのものに比べて馬力がね、なんと3馬力ほど低いんです。軽自動車の NA で3馬力低いのはかなり痛手のはずなんですが、このように完全にスペックで比較しているわけではありませんけれども、このように単体で乗る分には全く不満がないので、このエンジンを選択したスズキの判断は間違ってないと思います。じゃあスズキはなぜ馬力を落としてまでこの新型エンジンを搭載したかと言いますと、それはですね、エンジンの燃焼効率のさらなるスペックアップを狙ってるんです。それはですね、ズバリ燃費の向上につながります。この R06D 型はですね、 06A 型に比べてロングストローク化してます。さらに気筒あたり2本のインジェクターを打つことによってですね、よりきめ細かく制御をしてエンジンの爆発をコントロールしてるんです。これによってこの車、素晴らしいのは実用域で重要な WLTC 燃費が大きく向上したんです。スペーシアの NA モデルはですね、 WLTC 燃費がですね、21キロから22キロ台なんですけれども、このワゴン R スマイルは25キロ台になってるんです。すごいジャンプアップ。そしてサスペンション、フロントストラット、リアトーションビームという構成、これ FF の構成はですね、基本的にスペーシアとやはり同一なんですけれども、ルーフが低くなっていることはですね、これ明確に効いてますね。このようにコーナーに入ってもロール方向、強いロールを発生しません。実はスペーシアというのはですね、近年にしては珍しくとてもソフトな乗り心地で、しっかりロールをさせながら曲がる。でもね、ロールしても怖くないんですよ。あの車すごく珍しいんですけれども、ロールをさせながら曲がるスペーシアに対して、ワゴン R スマイルは乗り心地はいいのに、乗り心地はいいままロールをせずにちょっとスポーティーな感じで曲がっていきますよ。面白い。
そして今細かな路面の突き上げがあるような場所を走ってるんですけれども、その突き上げのいなし方がガンガンという感じではなく、コクコクという感じなんです。この車にはまだまだいいところがありますよ。題しましてそれ、ホームランポイント。小物入れスペースいっぱいなスマイルですけれども、隠れスペースもあります。ここ運転席の下に横長のスペースがあるんです。傘なんかを入れておくのに便利、置き傘ができるから便利。スライドドアの下部にはペットボトルの収納スペース、どんなスペースも無駄にしません。今回のワゴンアグスマイルはですね、すれ違いサポートという機能がついてます。例えばこの後ろの道、道路に対して対向車がいるような状況ですけれども、これを奥からスマイルが来るときに作動するシステムのことなんです。システムの作動条件は速度が5キロ以下、そして道路の幅が 5.5 メートル以下で、対向車が低速もしくは停止しているような状況、そして左にですね壁があるような状況、本来ここ今壁ありませんが、このように今段差ありますよね、この段差を壁として認識してくれるはずです。でこの状況でシステムが作動するとですね、対向車と壁の間にしっかり自車が安全に通れるかというものを知らせてくれるんです。じゃあ見てみましょう。今このように紫のラインが入りましたが、これはですね左のこの段差をですね壁と認識して注意を促しているような状態です。こちらに対向車がいる状態です。このように対向車とのクリアランスもガイドしてくれます。はい、無事に通過できました。というわけで無事に通過することができました。便利。ラゲッジルームの壁にはショッピングフックを装備してます。袋のまま搭載できる。ボンネットの裏、厚めの豪華な吸音材を追加してエンジン音を遮断してます。というわけでワゴンアグスマイルは外装と内装はとてもですね可愛らしい要素も持ってますけれども、走り出すとしっとり重厚なフィールを持った、乗れば乗るほど味が出てくるいいタイプの車でございました。大変美味でした。ごちそうさまでした。